こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です転倒予防のためにふくらはぎを鍛えましょうという話ですお年寄りが段差でつまずいて転倒した際骨折から寝たきりになれないようにしなければなりませんそのため、敷居をはじめとして段差をなくしたバリアフリー住宅が推奨されていますがつまずきを防止するために 設備以外にも脚力を強くしていくことが大切です足を鍛えるというとだいたい四頭筋が中心になってしまいますがつまずきを防止するにはふくらはぎである固い三頭筋が重要です歩く時の推進力はこの固い三頭筋による測定屈筋力によって生み出されますこの筋力は背筋力よりも強く中高年でも 体重の1倍から2倍の強さがあると言われていますこの筋肉が強いと歩幅が広くなるとともに足首はその屈筋力の反動と足先を上に上げる前脛骨筋の働きによって大きく反り返った状態になりますかかとの外側から着手するようになりますその時振り下ろされた足の足首が鋭角になっているのですが 筋肉が衰え、屈筋力が弱いと足首が鈍角になり足先がだらりと下がった状態になるため床面に凹凸があったり段差があると足先が引っかかりつまずいて転倒するのです背屈時の角度を鋭角に保つための運動としては毎日のウォーキングが有効でその時に意識することは母腰球筋で地面を強く蹴り出して かかとから着手し歩幅も通常よりも広くすることですでは本日のお話はこれで終わります